天保遺体レメプロサードシーズン司会実況の広瀬達也です。解説は第7期グランプリマックス優勝佐々木里プロ、第24期25期麻雀マスターズ優勝白鳥翔プロが進めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは初めにルール説明から参ります。順位点はトップからプラス15、プラス5、マイナス5、マイナス15、3万点持ちの3万点返しです。一発裏ドラ、カンドラあります。赤ドラはありません。途中流局は一切なし。大民間の責任払いもありません。連風杯のジャントは2分、30プロ間は切り上げ満願とします。続きまして選紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、スズメクレイジーです。第4代の天保位、トータルポイントプラス 14.7、 第4位です。続きまして第12代天保位、岡本、トータルポイントマイナス 97.9、 第12位です。続きまして第26期27期29期方位、瀬戸熊直樹、トータルポイントマイナス 34.5、 第10位です。そして最後は第32期方位、勝又健二、トータルポイントプラス 61.3、 第2位です。はい、以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。天保遺体連盟プロサードシーズン第4節17回戦同杯の開始です。はい、ただいま立ち会い人友武正治の合図により17回戦開始となります。改めまして17回戦はチーチャからスズメクレイジー、ナンチャ岡本、シャーチャ瀬戸熊、ペーチャ勝又の並び、今度一曲ドラはチーソーです。さあ、まずは白鳥プロ、はい、この17回戦見どころどのあたりになりますか。そうですね、前回の16回戦が終わったところで、はい、まあ、決勝ボーダーがなんとスズメさんのプラス 14.7 というかなり下がってきたんですけど、スズメさんと勝又さんだけまだ4回しか消化してなくて、これは5戦目なんですよね。だから2人がこの半チャンでどうなるかで、その上位陣がどうなっていくかっていうのがちょっと変わってくるかなっていうのが1点と、あとそのボーダーが下がってくることが、このね、かなりマイナスしてる岡本さんと、あとまあ瀬戸熊さんもマイナスしてますけど、2人にとってはね、決勝も狙える位置なので、それがすごくいいと思うんで、この一戦はやっぱり岡本さんと瀬戸熊さんにとっても落とせない一戦かなと。なるほど、はい、さあ続きましてはプレイヤー解説の佐々木プロです。よろしくお願いします。第16回戦オーラス、なんとかこう差し返してギリギリ3着で残ったということでしたが、振り返ってみていかがでしたか。まあ、飽くなきチャレンジ精神で乗り切ったという、はい、らしさは存分に出せたという感じですか。まあ、6球ピンが最後当たりだったっていう話をさっき聞いたんですけど、はい、結構ね、難しい上がりだったかなと僕はね、結構針の穴を通すような、うん、あの振り点が功を奏したみたいな感じになっちゃいましたけど、ね、はい、シートイストが狙うと9ピン、ローピンって切れていく可能性もあったし、うんうんうん、なんかまあイースピンで上がり逃したようにも見えるんだけど、はい、ね、1、2、3のメンツ失敗して、はい、ただまあ6球ピンが当たりだったんで、結構ね難しい上がりだったんだなっていう感じがしましたね、うんうんうん、先ほど対局を終えた朝ピンさんが白鳥さんのところに来て、白鳥さん、俺何が悪かったかなって言ってちょっと泣き言言ってて、隣に久保さんがいるのに、うん、久保さんには一言もアドバイスを求めないっていうすげえ面白い現象が起こってましたよね。こんなやつにアドバイス聞いていいのって言ったんですけど、ダメになることあるんですかって言ったんですけど、ね、ただ一つも久保さんには聞いてなかったっていう一切の話を振らずに出てきましたね、はい、面白いね、めちゃくちゃ面白かったね。さあ、まずは先制リーチ入りましたね。リャンピン待ちは親のスズメクレイジードラ1の先制リーチ。そうですね、ただ瀬戸熊さんがドランコで、はい、あ、来たポンしてイシャンテン、なんか急走を打ったんですよね、うん、3巡目に変わらない形から、はい、あそこも結構そのね、ちょっと久保さんは分かんないですけど、うん、分かれるところですよね。分かれるね、パーワン打つ人とかもいるかもしれないですよね。そうですよね、なんかパーワン打ちの人が多そうかなと思ったんですけど、はい、どうですか久保さん、どうします。いやー難しいですよね、ドラ1枚出てもいいっていう構えだったら、まあ、パーワン打ってもいいのかなと思うんだけど、うん、なんか面前でこう手広くいってリーチを打っていくタイプだとやっぱりパーマン打ちになるのかなっていう気もするんですけど、うん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 、仕掛け考えるとね、はい、急走打ちも全く悪くないんですけど、
まあ、その通り瀬戸駒は実際仕掛けて、そうですね、ただそのなんか瀬戸駒さんのタイプからすると、はいはい、パーマン打ちなのかなっていうふうに勝手に思ってたんですよ、うん、だからそこ急走打ったんで、うん、なんかあのちょっと意外というか、はい、瀬戸駒もトータルでいうとマイナス30ですからね、うん、なんか、まあ、面前でも全然チーソー3枚使えることもあるんで、はい、そこでリーチスタイル、うん、なのかなと思ったんですけどね、ドラさんのイーシャンテになっているのは瀬戸駒です。特にそのマンズの形が5568で残してたんで、はい、そこで2メンツ求めようとするような現状、うん、あの先ほどまではですけど、はい、リアンピン積もりましたね。さあスズメクレイジー、リアンピンの積も上がり、裏ドロ乗ると大きいがここはありません。リーズモドラ1 2000オールの上がりで17回戦開局となります。まずはスズメクレイジーの、スズメクレイジーもここマイナスしたくないとこですもんね。しっかりプラスでまとめて上位争いに絡んでいきたいところです。もう、ね、残り試合が少なくなってきましたからね、はい、1人8ハンチャンの予選を行いプレーオフへの進出が決まりますね。下位4名が、敗退となります。プレーオフはそこまでのポイントを持ち越して、各自2戦を行い、上位4名が決勝戦に進出ということになります、うん。まあ、7ハンチャン各自が終わった段階で、そこからは1回、順位によって組み合わせが決まって、はい、一戦打つと。先ほどなんかこう前田プロが解説に来てた時にエレベーターの話だったじゃないですか。はい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 、エレベーター方式みたいな、はい、あれはなんかどうやらこう自分が動かなくても、順位が上がっていく、はい、勝手に上がっていったっていうような意味で、まあ、エレベーター方式といったっていうことですよね。ですから白鳥さんの説明どうやらちょっと間違ってたらしいと。いや別に白鳥さんが KO に入ったのも同じエレベーターですか。まあ、エレベーター方式と言われるあれです、ね、そういうことですか、はい、親の七光で上がったっていうことですか。別に親の七光は全くないですよ。そうですよね、うちの親は別にあれなんで、はい、やはり自信、白鳥さんって地頭いいんですか。実際賢い方ですか。地頭は分かんないですけど、白鳥さん結構頭いいって聞きますよ。どうですかね。僕は藤崎のおっさんと同じ高校なんで、はい、まあ、2人合わせてどんな感じかっていうのを見てもらえば大体想像つくんじゃないかなと。その学校のレベルが分かるんじゃないかと。高そうな気がしますね。そうですか、はいはい、すごい一打打ってきましたよ瀬戸熊さんが。瀬戸熊の手配はシャーチャですね。今映ってるのはトンチャ、そして岡本、リャンマン打ってますね。これリャンマン打ちですよ。9万1枚切れてますからね。うーん、パワー打ってるから単純に向かうのかと思いましたよね。あのつもりさん光景見てるっていうことですよね、うん、これって。なるほど、普通は9万ですよね。そうだね、9万でしょうね。ドラ1枚引いてきても単ヤオの良しで、ここで数万外しますか。いや外さない。いやー無骨な男、本当ですね。うーん、ねえ、ウーソのくっつきから単ヤオありますけど、はい、でもそれをやるくらいだったらもう先に9万打ちますもんね。そっちが筋だろうと、うん、いやーこれは、あ、ただこれでドラ受けの両面ターツに変化ということで、さすがに数万になりそうですが、おお、ここでさらに手を戻す、うん、うーんと、ついにうなり、そしてさ白鳥黙る。それだっていつもありますよね、うん、落とすのはだ、単ヤオは使わなくなるから、あのこの変化があって、はい、単ヤオがあるから、あ、単ヤオじゃない、ごめんなさい、一通があるから9万統一で残したんだと思って、はい、すげえと思ったんですけど、違いましたね。違いましたね。違いましたよ。黙る、ついに。いやちょっと分かんないですね。あの狙いがちょっと絞れないというか、うん、見えない、分かんないっていうのを僕多分初めてなんですけど、はい、なんかどうやっても、ね、手が遅くなるしね、うん、なんかどうなんでしょうね、うん、もうその勝ちたいという思いが、はい、こういう打敗を生んでるのか、うん、なんだろう、あのただ単に切り間違えた可能性もあるかもしれないし、うん、いやそれはないような気がする。まあ、なんか明らかに意図がありそうな感じはしますよね、うん、あのなんかマンズをちょっと並び替えてたじゃないですか、はい、だからちょっと切り間違いもあるのかなって思ったんですけど、
数万切ったつもりでいたら9万だった9万だったとか、いや分かんないですけどね、あくまで。うーん、先手熊さん解説あるんですか今日。今日はありますね。お、一番最後、はい、20回戦で解説きますからね、その時にねちょっと聞いてみて。さあこれでイシャン点、ただイスソフリ点ですからね。あ、なるほど。さあスズメクレイジーは親番、ここでチュンの統一落としになります。チュンはすでに場に2枚切られている。さあドラが重なったのは岡本だぞ。引いてツイシャン点取らずにメンツ手に絞ったというような印象。統一がまあ何個か被ってますもんね、川で。だからもうチュン手やめようってことですかね。たださすがにもう順目が深いんで、はい、イーシャン手には取っておかないと上がりまでは厳しそうですよね。ヤンメンターツが全部そこそこ強いんじゃないの。あ、ちょっと参考にしたぞ。さあここでまずはターツの選択になります。リャンウマの方を重視したチーピン打ち、ピンズは非常に場に高くなっています。あんまりね、リャンメンターツが切られてるだとさすがにチート打ち受けたかもしれないですけど、はい、ね、メンツでも上がり目十分だと思ったんですかね。これはうまくいくかもしれないぞ、うん、なんか12巡目だともうイーシャンテに受けたくなるところなんですけど、はい、うまくねメンツで余裕ありますよね、うん、そういう意味ではまだ。そうですね、だからそのやっぱりその今石田さん言ってたように、その全部のリアンメンターツがいいと思ってた、ダメなの、ちょっとなんか今残ってるターツが優秀に思えたから、うん、そうですね、はい、手は戻してもこっちを優先したっていうことですよね。いやなんか普段だったらその解説に来てるプレイヤーに対して、はい、おっしゃってたっていう言葉を使うんですけど、久田さんの場合はちょっと今言ってたって言っちゃったんで、あまりちょっと尊敬の念が感じられない感じで。なるほどね。昨日関西の方にちょっと行ってきたんですけど、はい、白鳥みたいな我が像には絶対負けないでくださいって言われたんで、もう本当に言ってましたそういうふうに言われる誰に負けてもしょうがないけど、あんな小僧には負けないでくださいと。なんて言ったんですか。そしてもちろんそうです、そのつもりでやりますからって。なるほど。僕もこの前麻布十番祭りに行ったら佐々木さんには負けないでくださいって言われました、ね、おっとここでちょっともう順目ないですからね、残り1順という状況。天敗までですね。はい、さあ天敗った、まあ振り点、これなんか普通の進行してたらどうなってたか結構気になりますね。ちょっと難しいですけど追うのは。すあそうですね、スチビのリーチとかになってたかもしれない。そ う,、ね、そうですね、シャンポンってことはない。でこれは一人天敗で終われる、ね、終われそうですね結果的には。さあ瀬戸熊の一人天敗での流局となりました。まあ、9万残しからの数万打ちというところですかね、焦点だったのは、ちょっと一つ頭をグッと下げているように見えます。こういう局ってものすごく長く感じるけど、結果一人天敗で終わったんで、気分はいいですよね。まあまあ落としどころはあるというか、誰かに漫画に引かれたりするとそう、ね、とか自分の上がり逃しが見えたりするとすごい嫌な気分になりますけどね、はいはい。さあそして親番代わって岡本です。トンの2局は日本馬、天鳳対連盟シリーズ初参戦の岡本、ここまで5戦戦って現状はトータル最下位と非常に苦戦をしております。ドラは急走、シャーからの打ち出し、続いて瀬戸熊マンズで2メンツできてるぞ。チーズさんもあるか、はい、そうですね。松又は統一が3組、得意のチー統一にまとめてくるか、まとめるでしょう、ね、なるほど。さあ瀬戸熊です。なんかこう統一がこの3組ある手なんですけど、チー統一にするか、まあ、いわゆる普通の、まあ、メンツ手っていうんですかね、にするのの基準っていうのはどういうところにあったりするんですか。ドラの試合のパーソー統一でしたよね。ドラ表示牌のパーソー、はい、あれも大きいじゃないですか。ほう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 、相手がドラ使いづらいぞと、で自分持ってきてもね、その短期に持っていけるし、ちょっとメンツにしちゃ伸びづらそうな手形なんですよね結構。なるほど、統一以外の部分がどういうふうになってるかが、大事でしょうね、大事と。あとなんか統一が連続してれば結構そのメンツでも見つつとかっていけるんですけど、はい、例えば5566みたいな感じですか。そうですね、はい、なんか統一が飛んでるとやっぱり
厳しいですよね。確かにこの勝俣の手は5-8-8とかなりバラバラの統一ですね、うん、ということはこのスズメクレイジーの手もちょっと若干同じようなことが言えますかね、うん、言えるんですけど、ただスズメさんの手は仕掛けたりしても打点が見えるし、はい、本一、はい、はい、ランメンターツもあるもんね、チーソーパーツでランメンターツあるんで、うん、ドラ受けありますもんね、場合によっては払っていって本一にしてもいいし、はい、さあこれはどうやら、ただまだこれはピンズは手に温存してますね、ピンズはいいと見てるか勝又、これ仕掛けあるじゃないですか、スズメクレイジー一メンツ完成、ドラメンツが完成しました。岡本一日さんが見えるぞ、ドラに手をかけるが安うピンつもぎり、うん、お、三色いいシャンテン、うん、ここはシンプルにウーマン打ってジャントを求めに行く、おっとうさんこにしたぞ、いや各社手がかなり動いてるような印象、うん、こうなるとね、白があんことかになったりして、はい、うん、まあ、白ポンでもいいですけど、はい、とかも考えて両面両面残してとかももちもちなんだね、うん、そうなんです、そうですね、白は今回もちもちではありますね、ドラこれでちょっとメンツ手も見たい、運送つか、まあ、メンツ手見るかまだ、うん、まだこれは両天秤と、うん、シャーペイは2枚ずつ切れてたところで、はい、ションパイの難から先に打ち出して、安全パイ候補兼っていうところで重なりもちょっと見つつ、うん、っていう感じで残したんですけど、はい、こういう風な牌の引き方するとメンツ手で自然にリーチドライチとかで打てる可能性もあるんで、うん、今のウーピン引きでかなりメンツ手に寄ったような、そうですね、なんかそんなようにも見えますね、まあいざとなれば白2枚あるっていうのもちょっとあるかもしれないですけど、おー、パーマンからだ、白とチュンの後付け、小三元もあるからね、そうですね、初が重なってくるとさらに面白くなってくる、さあシーソーから一応ドラの重なりはまだね残して、はい、いいシャンテンです。瀬戸熊と岡本がお互いに 1-2-3 の3色いいシャンテンですね、うん、なんとも珍しい、全く同じ3色のいいシャンテンになっている両者、さあ下茶のスズメクレイジーが仕掛けているという状況、パーマンをポンしています、このリャンマンを一回手に残しますか、まあ、また。マンズの本一って言われてもおかしくないような捨て合いであるのかな、うん、少しマンズが高くはなっていますね。さあチュンを切り出すとスズメクレイジーポン手になります、まずドラからいった、チュンの方がやばいぞと、うん、まあそうですね、うん、いいんですよ、思ったことは言っていただいて、いやいや、うん、いやごめんなさい、僕は今言おうと思ったことがちょっと間違ってたんでやめました。ここで合わせた、あー休め、三蔵でもいいかな、捨て合い状況はリーチに行きます、スズメクレイジー仕掛けて追いつく、白と三万のシャンポン待ち、岡本はペン三層、現状なしですか、なるほど、そのないです ね、 ね、はい、うわ引いた、テンパイだ、これは自然にチュンが選べる、たった今ハズが通ってるところですからね、2枚切れてるんですね、なるほど、当たり牌の3層は勝又のところに来た、まあ、リーチも面白いですけどね、地獄待ちで初短期、うん、これ3層ありますね、変わるものあるか、1枚か、何も2枚切れ、うん、ここはそのままやおん何それ、これ勝又切りましたかね、なあ、デーパーあったかとかして微妙なところではありますが、どうなったか、サブローマン現物持ち変えるか、捨て合いはそんなに目立ってはないか、変えてリーチとかもあるんですかね、変えた、闇天だ、これスズメクレイジーが両面変化したときに筋の3万を打ち出す可能性は若干ありますかね、両万や数万引くと3万が出るかもしれませんが、瀬戸もまだそこまで目立ってはなさそうですね、数層これは目立つぞ、いずれにしてもでも3色崩れちゃうんで、現物の6万を切り出してのリーチに行った、この6万は少しスズメクレイジーに打ちにくかったかもしれませんが、ちょっとそうか、お白鳥プロ、麻雀界に物申す、いやいや別に麻雀界には物申してないですけど、あ、両面に変わったけど受けなかった、これは本当ですね、上がりの押しになったですけどね、
うわー、休めながらイーソー一発も裏ドラはありません。リーチ一発も1200の2本馬、1200、2200のつも上がり。ここはサブローマンでそのままという、まあいろいろあったと思うんですけど、空想切り、まあリーチするしない6万切り、あとスズメさんが筋の3万打たなかったから、そうですね、まあ、結果は一発もの1200ということになりました。そうですね、はい、まあ、開局に2000より上がってるからね、あんまり参加しなくてもいいと思ったかもしれないしね、うんうん、スズメさんが。さあ聖徳も親番となっている9ピンから、勝又は端牌がかなり多いですが、こちらはイーソーからです。岡本はピンズでメンツができている。目立ってハイパイがいいという選手はいないが、後はつも次第といったところ。なんか1回戦目総帥結構内定降りてましたね。あ、降りてました。その話も何度か出たんですよ、うん、泣いたら降りるなの話が。16回戦、はい、なんかやるたびにへこたれてんなみたいな感じを受けたんですよどうしたんだよって思ってました。そうそうそう、泣いては泣いては降りるみたいな感じ。はい、久さんはだけど泣いても降りるって言ってましたね。まあ8割方いくけど、はい、降りる局面もある。うん、どう思ってたんですかそれ見てて。しっかりやってくださいよと思って常に上から。マヤラさん泣いたんだからこっちはちょっと下がったのに。なんかあんまり降りないんですけどね普段ね。マヤラさんあんまり降りないですよね、うん、泣いてよりも。もう圧力に屈したんですね就活生さん。確かに圧力はすごかったからね、部屋ってて、うん、そこに無謀に突っ込む私と対照的ですね。だってやめちゃうんだもん、舞ちゃんが俺が行くしかねえだろうと。まあ朝日さんはジャンプだからね、分かるんだけど、はい、全然俺が行かなきゃ終わっちゃうよと。そうそう、それ作戦だったんじゃないですか。そうか、ちょっと先に揺らせて、ね、揺らしといて自分が下がって、うん、だらしないと思わせといて久さんを前に出させるみたいな、うんうん、あるかもしれん、うん、3万貫通で1枚外したのあったじゃないですか。ありましたね。ああいうのも多分僕を前に出させようと思ってきて、あれだって僕3万貫されたら完全に死に手になるからね。そうですよね、初も出れませんもんね。前に行かないんだけど、うん、やられました。あれです、8000打っちゃった。さあ岡本先生、リーチはウッパーピン、これはちょっと気持ちよく先手取ったリーチですね。そうですね、瀬戸熊ドラが重なるがまだ形は厳しい、まあ、ただ行くでしょう。これは行きますか。行きますよ。ドラドラになったんですよね。うん、さあなんだ、初が重なった3ピンか、中筋ですね、うん、でもなんかやっぱこの2曲見てると上がりはしたもののちょっと瀬戸熊さんらしくはないかなっていう、なんか僕もそんな印象受けますね。うん、この手をもし降りるようなことがあると、いや分かんないですけどね、あのなんか僕降りそうな気がするんですよね。あ、これはもう自動的に行くことになるか。行くのは久田さんぐらいでしょそれ。 EP は現物ですけどね、うん、あ、ました。おー、両ピンか。あー、これはちょっと自分らしさを取り戻しましたよ。いいじゃないですか、多分自分でもなんか分かってるんじゃないですか。いかんいかんと、いかんとは思ってると思いますよ。きっと思ってると思うんですよ、うん、確かに。で今のところでしっかり打ち抜こうという、あえて先に両ピンを、あー、これポンテンか、ポンテンね。いやー、ここは対局中に調整してきたか。あとはもういらないもの切るだけでしょ。うん、なるほど、両ウソで落ち着いた、うん、凶暴な熊が帰ってきたぞ。いやー、対局中に調これなんか微調整してますね、おそらく。なんかこれは瀬戸熊らしい上がりっていう感じが見て取れますね。これは一気にいくか。ちょっと表情硬いですけど、もう気合が尋常じゃないですよね、まあ、このシリーズ、この瀬戸熊は
天鵬戦いつもですか。どの試合もそうです。でも特にこの、ね、対外試合の気合の入り方はちょっと尋常じゃないですよね。ドラーパーソー、うん、いいとは言えない。アーマンからシートイスト国士もそうですかになりそうですか。両天秤で、さあ勝俣は2面つできていた、スズメクレイジーはトイツが3組、トーンがトイツ、チャンタ国士、おっと中安琥珀トイツ、ドラのパーソーも1枚だがちょっと使いづらい形、なんかの本一にしちゃいたいぐらいな手ですが、キュッピンから切ったから、まあ、マンズドラパーソーですか。はい、パーソー使うときは本一いかないけど、それ以外マンズ本一に行きたい感じですかね。ということはピンズのりゃん、あ、これとっとっと、あ、ここはシンプルにリーチを狙いに行きましたかね。うん、チーソー引き、まあ、チーソー引ければね、うん、もう十分ですもんね、打点は、うん、白は泣くかもしれないかな、ピンズね、形重いですからね。あそこ両面立つだったら泣かないと思うけど、はい、これ久田さん泣くんですか、1枚目吐く。いや泣きません。白鳥さんどうですか。僕も泣かないですね、うん、それよりもなんかリーチ、要は、まあ、リアンカンなんだけど、はい、もう両面と一緒みたいな、うん、受け入れ枚数的には一緒なんで、うんうんうん、っていう風に受け止めて、うんうん、とりあえず1枚目は泣かない方を選んで、はい、ただ、はい、あの4、6、8重なった場合は、うん、もうすぐ泣きますよ。例えばポンテンの 5、うん、2とかであればやっぱり取りやすいと、うんうん、まあテンパイとイシャンテンはかなりもう天地の差ですからね、うん、しかも両面待ちが保証されてるってことなんで、はい、そのピンが重なった時は、はい、天地の差なんていい言葉知ってますね。これから使わせてもらいます。さあ、テンパイ。リーチですね。ここはスーピンを切って、カンチーピンでのリーチに行きます。うん、テンパネしてきますね、これは。僕の久さん大好き。大好きなテンパネですね、うん。はい。テンパネ大事ですよね、結構。なるほど。うん、なんで笑ってるんですか。いや、わかんない。テンパネより大事なこともあんだろうみたいな笑い方してますけど。いやいや、テンパネより大事なことの方が多いでしょ。すげえライバルじゃないですか、もう。いやいや、わかんないですけど。めちゃくちゃ面白い。ライバル関係じゃないですか、もう。いや、そんなこと言わないでもらっていいですか。すいません、同じ線に並べないでくれと。まだまだですか。そこちょっと一緒にされる。今はどっちが上なんですか。リーグは同じじゃないですか。まあ、ビサで久田さん、おお、そこをなんかすっと、すっと一歩引いた、うん、白鳥さんに僕は強さを感じたね。感じたね、うん、そうそうそう、そういうとこすごく素敵だと思う。いやいや、まあ、うん、強いでしょ。おー、いいね、うん、ひさちゃんの方が、うん、ああ顔ちょっと照れてますよ。まあまあ、そう言うとは思ってましたけど、まあ僕は結構実際は周りに結構聞かれるんですよ最近、その、はいはい、他の団体の方とかに誰が一番強いと思うのって聞かれた時、僕結構本当ひさちゃんって言ってますからね。へえ、っていうぐらい、まあ、強いとは思ってますけど、うん、けどなんだよまあ尊敬はしてる強いなと、うん、これちょっと困りましたか。うん、そうですね、急走打ち、まあドラ早いですからね、つもぎだったし、またぎはないだろうと、ないでしょ。これ6球差は驚いちゃいますよね。うん、ね、そう、このカンチーピンはまだ山に豊富に残ってますね。あ、テンパ入った。3枚残りから勝又関数万の闇点、いや、ウーピンなら2回もという状況。まあまあ、でもこれでウーピンが4枚見えたような状況なんで、はい、まあ、ただね、スーピン切りのカンチーピンが結構読まれやすくて、うん、まあ、ウーピンが4枚見えてもあまり関係はないんですけど、はい、うんうん、いや逆にこれ、はい、ウーピンが4枚見えたのになんでスーピン持ってたんだっていう、はい、ドラよりスーピンの方が大事だったってことなんで、うん、カンチーピンかなりありますね。これすげえいいこと気づいたみたいなムードで喋ってますね今。いやいや、すごいいいこと気づいたでしょただそういうことですよね、うん、ウーピンが手に全くないのにスーピンが残ってたと。そうですね、だから3ピンとか持ってるか2ピンとか持ってるかっていうのを否定できる人がいたなら、はい、いたならですね、カンチーピンはかなりの率で当たるんで、はい、3、4と持ってて例えば3が重なったみたいなケースはもちろんあるわけで、そっちを否定できればっていうことですね。そうですね、だそういう可能性が薄くなればなったりするほど、はい、カンチーピンがさらに濃くなってきますよね。うん、なるほど。なんで勝俣さん今関数マンのテンパ入れてますけど、はい、チーピン掴んだら止まるんじゃないかなと。
ほう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 。まあこの辺りは IQ220 の持ち主、うん、例えばくっつきテンパイのパターンってのはないですか。くっつきテンパイのパターンはあるかもしれないですけど、はい、やっぱりパースをちょっと残したくなる。確かに、まあ打点が十分だったらね、端合いのパーソーよりもやっぱり真ん中の範囲くっつけたいんで、はい、まあ、いろんなパターンあるんですけど、まあ、確かにそうですね。そのチーピンもやっぱり想像できますよね、うん、本線の一つと言えそうな範囲ではあると、うん、特にこの岡本さんのポイント状況からすると、はい、高い手上がりたいじゃないですか、はい、でしかも現状ラス目なのに、はい、ドラ打ってリーチ来てるってことは、うん、そこそこの打点があると思うんで、はい、って考えるとドラはやっぱ使いたいですよね、うんうんうん、確かにできることなら、はい、ということはシンプルなくっつきではなく、そうですね、スーピーな周りが使わなくても高打点が見込めるような、うん、まあ、単品ドライチとかあるかもしれないですけど、はい、どんどん候補が狭まっていった時にやっぱりカンチーピンちょっと、うん、ただありますよまだ、うん、カズマさんのちょっと掴んでほしいですよね。それを見たいっていうことですね。そうですね、カンスーマーはもうないですね。あ、これで変化ですが、スッチマンはフリテン、ローマン通ってますね、はい、そのまま次相手だしやめるでしょ、カンチーピン。なるほど、あんまりテンパン量にこだわる打ち手でもない。わあ、積もった、大きい。これは積もればさらに当然のテンパネと、リーグも役割ドライチ2004戦の積も上がり、瀬戸熊親かぶりとなります。もう一回だったんですけどね。そうですね、しのげなかったですね。仕方なし。さあ、しかし岡本もしっかりとここで上がりをものにして、うん、戦線に踏みとどまります。これ以上あと、まあ、岡本残り3戦ですからね、もう本当に今がギリギリのラインではありますか。まださん親番ですけど、はい、なんか結構いろんな対局で当たったりとか見ること多いんですけど、はい、なんか一時期相当この、まあ、天保戦でもそうなんですけど、踏み込みがめちゃくちゃ深くて、はい、すごいちょっと乱打戦を好むみたいなこと言ってたことあったと思うんですけど、はい、僕がでもなんか最近それがなんか研ぎ澄まされてきて、はい、かなりのいいバランスに仕上がっているような気がするんですよね。研ぎ澄まされてで、あの、要はそのいろんなバランスを多分試してたんだけど、はいはい、あー、そういうことか。これがやっぱ一番最適バランスなんじゃないかみたいなのを発見したかのような、さらに進化した、踏み込みを深くしてたことによってその精度が上がったような気がするんですけど、なるほど、なんか強いですよね。もともと強いんですけど、なんていうのかな、自分に上がりがあるときはちゃんと押してみたいなイメージですか。そうですね、うん、でしかもあの普通の人は拾えないような上がりももちろんあるんだけど、はい、前よりもそれで報酬が少なくなったみたいな、はあ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 、イメージですよ。さらに強くなっちゃったってことですか。そうですね、あと自分でもやっぱり最近ちょっとそのいい感じに打ててるっていう話をされてたん で、 ああ、んで、ね、充実感があるってことですね。ある、そう、そうですね。なんかそういう時ってやっぱマージャン打ちってあるじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、今打ててるなとか、はい、清志くんうなずいてるけど、あったすげー言うじゃないですか今こうのちゃんと乗った方が、あの、伝わるかなと思って。めちゃくちゃ面白い解説するじゃん。それが今のが面白い解説だと思ったら大間違いです。面白いでしょ。清志くんにはその時はあったのかな。確かにっていうことなんですね、まあだけどそういう時期だと。そうそう、一対一これも想像のターツ払ってますからね、パーソローソー、うん、ちょっと昇降してね。さあこちらは岡本、まあ、瀬戸熊さんドライチ絡めて後継作ってリーチ来たりですよね、はい、さあこれどうしますか。リアウッソーがいいんでさすがに1つ見切りますね。見切りましたね。両面2つ残りのイシャンテンに構えた上野勝又、普通消えますけどこっから単陽になったりして、はい、いい反ついてリーチ打てることもあるんで、うん、やっぱりその上がりは逃したくないし、はい、一通はね両万と数万が必要なんでちょっと限定されちゃいますからね、はい、決まると大きいですけど。お、いいシャンテンですね。さあどうする、単葉に向かった白のドイツ落とし、う
生徳も目いっぱいに構える、うん、ウーソーを先に処理しましたね、はい、勝又ローソーインソーですから、まあ、いわゆるグラス、おっと、はい、スズメクレイジーはもうパーソー打ちですか、やべ、自分に上がりがないと思ってるんで、うん、やっぱりこういうところがねしっかり本当ですね、うん、かと思えばね、テンパイ取りに行けるときはしっかり取りに行くんで、はい、自分の状況と相手の状況をしっかり照らし合わせて、うん、わあもうなんですもんね、うん、チートイツで粘ることもしない、ほんとスズメさんっぽいですねこういうところは、うん、甘えが一切ないですね、甘えない、うん、それでもいいじゃんって、はい、いやー勝又なかなかテンパイしない、しかもすごいのがこんな早い順目からしっかりした受け見せてて、うん、はい、終盤以降手詰まることがほとんどないんですよね、ここで今からこれやって手詰まったらちょっとやばいですもんね、そうなんですよ、うん、ただあの序盤にやっぱ受ける人って、はい、受けすぎちゃって手詰まりになること多いんですけど、そこら辺のその見極めというか、うん、安牌候補探しながらしっかり降りるっていうのって結構難しいんですけど、はい、それをスズメさんはかなり、うん、意外にでもチートイツでドラドイツ伸びてますね、まあ仕方ないですけどねドラ来るんだったら維持しときたかったみたいな、ね、さあ天敗だ、スチマンデリーチに行く親の勝又です、対抗できるのは岡本さんと、まあ、瀬戸くんもいいシャンテンですからね、もう岡本はもうこれドラ引きからの勝負、あーしかし一発でトンはションパイ、ションパイということで現物の3層打ち、まず岡本が下がった、うん、そもそも1スーソーターツは弱かったんで、あのスーソーも2枚出て弱くなっちゃったんですよね、うんうんうん、だからやっぱりまあこっから迂回剣、そうですね、うん、はい、まだ粘りたいと、うん、そうです、さあこれで粘れますか、マンズウーワン切ってますね、 Q1 も切ってますね、トンもまあションパイどうするか、それもペンサーもなくなりましたから、なるほど、まだ目に見えて分かんないけどね、はい、ただもう今一旦回りましたね、チーソー打ち、ほぼほぼ一人旅かなって感じですか、うん、そうですね、岡本さんがテンパイでトーン打ち出したりするかどうかじゃないですかね、そうですね、あと2巡だからね、でもでももう、あ、これは何リャンマン打てるか、もしくは勝負行くのもあるんじゃないですか、シャンポンリーチですか、はい、あーここは行かない、うん、となると勝又はあとはつも上がりがあるかどうかといったところ、数万がすでになくてチーマンが1枚あるかどうか、1枚ありそうですが、まあシャンポンリーチ打ってたら宝珠ですもんね、うん、そうですね、なんかテンパイ量だけにこだわるんだったらリアンマン打って、うん、粘ってとありますけど、まあまあなんかちょっとそのなんていうんですか、ちょっとバクチっぽくなっちゃいますけど、はい、山打つっていうのもなくはないかな、うん、さあここは勝又の一人天敗での流局となります、外の4局一本場、裏は今です、一面ずつできています。9ピンから。裏が1枚ありますね。はい。いやー、スズメクレイジーまたしても厳しい手だ。自敗が多い。ドラドラ。急走アンコ。マンズでもメンツができている。いいですね。これはやる気出ますね。結構上がりそうな手配。差し子なんかがうまく絡んでくると、うん、さらに高打点も見えてくる。うん、まあでもドラドラあるんで。はい。
まあ、早いとこ、うん、両面とかでリーチ打ちたいって感じですね、それがまず第一目標にはなるでしょう、うん、ヤノピン両方残してますね、あの3来ても4来ても6来てもいいように、うん、両面とは作りたいからできるだけこういうのでも本当に大事ですよね、大事大事、あの序盤は特に大事ですよね、上がりたい手の序盤で、はい、なんか若手の人とかってリャンピンとか切りがちなんですけど、すげえ物申すじゃないですか、物申してるわけじゃない、だけどね、そういうのはどんどん行った方がいいと思う、うん、僕は、うん、今の麻雀界に、はい、麻雀界っていうか、まあそうですね、はい、だからもう3ピン引いたイースピンとね、関数ピン、リャンピン切っちゃった関数ピンはこれ大差なんですよ、はい、うん、なのに最近はリャンピンをの切ってシャーですか、例えば、あ、なんかその自敗残してリャンピン切ってみたいな打ち方をする人も、うん、あのまあ見られるんですけど、はい、やっぱりこういうチャンス手、特にチャンス手の序盤は目いっぱい手広くいかないと、はい、取りこぼしてしまう可能性があるぞと、相手からしたら取りこぼしてもらった方がありがたいんですよ本当は、うん、そうですね、ぜひリャンピン来てくださいって言いたいんですよ、はい、ただ、うん、そんなんじゃいけないだろうということで一石投じていただいてるわけですよね、そうです、うん、自分の麻雀の技術を切り売りしてもまあ、まあ、こう世の中に麻雀が良くなってほしいという、はい、お、すごいすごいすごいもう、はい、割れそうになってます握り、あー、天敗だ、いいですね、来た6球走、ただこれ岡本は引けないですね、引けないですし、まあ、引く必要ないですよね、うん、ここはもうぶつけてほしいですね、あの得点状況的にもやっぱり、いった、しかしそれ以上に気合が入ってる男がここに一人、その名は瀬戸熊直樹小三元法院ツイシャンテン盛り上げてくるね、しかしさあ、さあ追いついたぞ、岡本スッチーピンのドラドラ追っかけリーチだ、もう一人の選手来ましたね、来ましたね、6球相対スッチーピン、いやさすがにこの2件リーチにはもう屈する、実況しようとしてますよ、いやどうなんですかってちょっと今回りましたね、はい、2人ならいいかと、白重なったら前出るか、それでも球層結構薄いんですかね、球層があんこで使われてますからね、あ、でもこれは行きたいですね、これ白重なればもう第3ゲーム、いや本当ですね、パーピン1枚勝負、これでさらに取れ切りやすくなった、白ありますからね、2枚、やっぱスター性の問題で、はい、瀬戸駒さんならっていうのありますよね、期待感を持たせてくれますよね、うん、ローソー当たり牌だ、これまずパーピンから、これはほぼ詰んだと言っていいかもしれない、まあ、テンパイと同時に、うん、ですか、でになりそうですね、もう嘘をでも出れば助かるのか、嘘チーします、するでしょう、満貫テンパイですけどね、まあそれでもしてと、どうですかね、嘘ほとんどない、1枚あるかどうかですねあ、これでもロス打っちゃうか、フリテンだもんね、フリテンですね、打ちそうですね、ドーンドーンすごい効果音、リーチピンフ2900は3200、勝又の上がりです、瀬戸熊ここは勝負に出ましたが、うん、ローソーは勝又の当たり牌、しかし残念だったのは岡本、ドラドラの勝負でしたが勝又の上がりとなります、まあ一枚切れの白短期で白を、まあ、スズメさん切ってて2人でリーチ来てる状況なんで、はい、まあ白待ちならね優秀だろうと、まあ上がりも拾える可能性ある、うん、まあ3人テンパイって考えると、まあ、結構その勝率自体は薄くなってくるんですけど、はい、その上がった時の影響でかいし、うん、さあ勝又さらに連チャンドラはウーマンです、スズメクレイジーちょっと厳しい手か、トイツが3組、さあ岡本はピンズが多いぞ、瀬戸熊はドラのウーマンがトイツ、ここは行くぞという意思表示ですか、ダブトンからですね、ドラドラなんですね、はい、字も重ねたようなので単位はまだ見えないですからね、はい、とにかくメンツの取りこぼしだけはないようにと、
目いっぱい手配、これは自敗ですね。いや瀬戸熊さんはこういう時にもう自敗を全部乱れ打って、はい、乱れ打って、はい、乱れ打って、そのもうメンツ手でリーチ打つっていう、はい、構えと構えでしたよね、数年前までは、うん、多分、はい、僕は絶対自敗残っちゃいますね、うん、もう仕掛け前提だから、とにかく重ねることを考えてと、あのなんか面前だとやっぱりそのペンチャン2つあって重いんで、うん、厄介重ねたいんですよこの手配って本当は、はいはいはい、重ねても残休でもよしで上がりたい、うん、がしかし本一いかないですか、9ピン切ってるんですけどね、まだ本一いけますが、あ行きましたね、ここでチーマン切り、ただ本当に通過、うん、ここはパーソー、スズメクレイジの手はまだ瞬つて、問いつて両方見えている、うん、勝俣にらみ入りましたね今、勝俣にらみ入りました、はい、入りました、来てるよ、あ来てますね、でも中盤なんだ、どうですかペーあたりが良かったってことですか、あのやっぱり今のでぐっと引き締まったんで、はい、面前でやれる可能性高くなったから、うん、やっぱりその一気通過に固執するよりは、はい、手広く僕は打ちたかったんですけど、うん、まあ、瀬戸駒さん的には一通もつけて、はい、もっとさらに上の高打点を目指したっていうところなんだと思うんですけど、うん、さあ6チッパーが見えてきたぞ、勝又の指もしなってきた最近面白いよね表現力がすごいわ、本当にプロフェッショナル、うん、プロの領域ですよすげえ言ってくれるじゃないですかさっきあんだけ俺をバカにしたのに、マージャンのメンバーすごい、マージャンもうちょっと強くなるといいんですけどね、ヒロシ君辛いわ、いや本当その通りですよね、喋る仕事やってるわけじゃないですから、マージャンをやってるわけですからね、マージャン強くなる、森山会長もよく言ってますよね、マージャン強くなきゃどうしようもないぞと、よくこっち見て言うんですよ、みんなに言ってる風に言ってるんですすげえ俺見てるなって思って見られてるそうこれってどうですか、あの久田さんチーマンとか残ってます、もしあの手形、残ってる、あの手形だったら残ってると思いますよ、まだなんか一通捨ててもいいから手広くみたいな、そうだね、うん、さあここでさらにトンが泣けた岡本天杯ですね、初短期、これも天杯にしてきますからね天杯ねにもの、もうすごいこうこだわりを見せますね、物申してはないし、ね、物申してなかったなと思って、こいつもやっぱ3球と5球じゃだいぶ違うもんね、違いますね、点数的には1300点ですけど、なんかこう気分も違いますし、いろいろ違いますよね、あの振り点なんですよ、振り点、ここはそのまま振り点に受け直すっていうのもありますか、うわ超痛い、これもうほんとやだあ789ね、あ一目、あ初だ、ここは踏み込みの深さを見せてきましたね勝又、トン本一5200の日本馬5800の上がりとなります、グググッと押してきましたね、いやまあ一枚切れの初だったっていうのもあるし、はい、ちょっと本一が明確じゃなかったかもしれないですね、結構仕掛けをかなり入れてくるじゃないですか、うんうんうん、岡本さんもだからおすごい考えてる、今ちょっとデータを書き換えてましたね、うん、そうですね、はい、中央並べなかったって思ってたかな、うん、5番統一とかに見えたかもしれないですね、だから普通のメンツ手でドラゴラで、はい、カローマン残しつつみたいな、街はやるとか、いやでもなんかまた展開が変わってた気もしますけどね、瀬戸駒さんがリーチ打ったらあの発がどうだったかとかもあるし、はい、まあ、結果チーマン切りから一面つ並べてしまうことにはなりましたが、そうですね、さあ局面は何入となります、何の一局、親は変わってスズメクレイジー、こちらがその手配、何が統一、勝又が直瀬のペイから仕掛けていく、本一も見えるか、ドラ引きイーシャンテンですね、本一も見えるけどトータルの成績を考えるとそこまで狙わないかもしれないですね、ほう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 、ただやっぱりラスは嫌だし、この形だったら本一狙えるんで、うん、狙えるときはやっぱ狙いたいですもんね、
さあここどう打つか。リャンピンはつもぎった、瞬間的な手広さは、まあ、ちょ若干ロスになりますが、だからいらないってことですよね。3ピン2の貫ロスとテンパイはそこまで嬉しくなくて、マンズが伸びた時に後継になる方が嬉しいってことで、はい。さあここはポンテンを取ります、うん、1枚目のナンを仕掛けたスズメクレイジーは貫ロス、やっぱこういうのって取った方がいいんですかね。いや日給不満かもしれないですけど、はい、チーピン引きで 5% になる可能性とかもあるし、はい、あと勝又さんの仕掛けがどれだけ早いかっていう予測もつかないんで、うん、とりあえず親番でテンパイ取っておいて、はい、あのちょっとでも加点できる形にしたい、はい、うんうん、また変化ありますよね。これでサブロス層で安定感あるし、はい、ここから数万引き、数 万、 数万引きはドラ出ちゃいますか、はいはい、まあ、仕掛ける方がやっぱり一般的というかマジョリティっぽいですかね。うん、でもやっぱりこのルールだったら、はい、その役牌が統一でドラが1枚あるとそのリーチドラ1でもいいし、うん、リーチ役牌ドラ1とかも強いんで、はい、リーチ打ちたくなるんですよね、うん、ただそれも状況次第でスズメさん使い分けてると思いますけど、はいはい、今局やっぱり仕掛けられてるっていうところが大きいですかね、うん、特にあのこう全員が割とこう競ってるような点数状況だと、はい、日給上がったりすることもすごい大きいですよ。あ、なるほど、うん、要はあの局数が進んでなんかトンプー戦やってるみたいな感覚ですよね、何一局で。ああ、なるほど、あと半周でこの点差、その局数が少なければ少なくなるほど上がりの価値が大きくなるんで、はい、そうですね。あ、今数層3層言っちゃいましたね岡本さん、うん、あ本当ですね、数層切り両面ターツ洗っていった。さあローソーつも上がりはスズメクレイジー、何ドラ1千オールのつも上がりとなります。こういうのもあの平均着順に大きく影響してきますから、ちょっとの過程に見えますけど、うん、スズメさんの安定感はねやっぱりこういうところにあると思うんで。徳馬さん気合入ってますね。入ってますよ、本当に自分のリーグ戦より気合入ってんじゃないかなって思うんですよね。あ、本場所の、ドラ6万です、統一が多い。最後は両面ターツ、いいピンから岡本は両面ターツが2つほど、これは1枚、はい、おお、うんうん、うわー、いいペーコ完成した。すげー興奮してるじゃないですかあー、でももっと人いたあれ、いいシャンテン、いいシャンテン、3面積、うん、ドラの6万はなんとか手で使いたいですね。3面積できてる人が2人いるって、もうすでにここも3面積ですもんね。そうですね、想像一色いきたいぐらいですけどね。そうですね、今あのなんかドラがローマンなんで、うん、ローマン引きはチューン打ちかなと思ったんですけど、はい、あの9万引きだとやっぱちょっと本一も見て9万打ちとかも面白かったかもしれないですよね。うん、そうなるとこの初とかも手の内残って9、8とないようなイメージですかね。もしかしたらピンズ割ってるかもしれない、9万だけ打っといてチューンが2枚切れになったんでチューン打って あのドラ引きはカバーみたいな形になりそうですかね、はい、勝又がカンウマの役なしですね。まずは一旦テンパイ、ピンズだ、カンウピン、一旦テンパイはパーマン短期、なんと4巡目にして3巡目4巡目にして早くも2人がテンパイしている。リーチかけたいからちょっと上がりづらそうな方を選んだんですかね、パワーワンで。なるほど、うん、このまんまちょっと上がりたくないでしょ。あー出る、あー出ない、ごめんなさい、トーンはこれはリーチか、もうこれでリーチだ、うん、捨てはいいですね。ただそうですね、うん、勝又も行くかな。しかし腰たんたんと狙ってるのは勝又だぞ。6万重ねたりすると大変だ。飛んだ、一発ある、切らないよね岡本素晴らしいよねこういうところは立派、まあね、確かにトーン1枚切れでシャア1枚切れ、うもうでもしっかりしてますね、まあ、通ってますからね、ゲームですからね、はい、シャアはシャアでしょこれ、立派です。まあでもね得点状況を考えたりするとなんかまあでもまあここでねやっぱトーンを打つ打ち手はここには参加してないってことです、ね、座る権利がないっていうことですか。です、ね、うん、いやーすごい、これはすごいぞ岡本、ポイントこそ厳しいが存在感を出している。さあ勝又数層引きで一つ顎に手を当てて考える、リャンマンが現物になったんでリャンマン打つか
っていうのも考えてんじゃないですか。手形帳行きたいけどね、ドラ重なったり行った、うん、すっと行った。ダイレクトでウーアン積もるかもしれないしね。ただ岡本さんは一回シャアでしのぐけど、一歩次一歩進んだら危ないですよ ね、うん、でも数層現物になったけど、まあ、数層切ったらほとんど手壊しますよね。そうなんですよ、だからトン出るか、うわーよかったよく、これはすげえ、誰応援してるかも。いや違う違う、でもね、打ち手的にはすごい良かったと思うじゃないですか。数層切りがですよね、あんだけ考えて。素晴らしい、ドラ表示牌ですもんね。ツモドラ1500戦、ここは勝又の、まあ、見事な押し返しと言っていいでしょうね。数層しっかり押し返して役なしながらツモ上がり、めちゃくちゃ嬉しいですけどね、その、うん、打ち手心理としては。今のはそれを今言ったわけです。勝又の声を代弁、声を、ああ、いいですね、代弁してくれたわけですね。よく押したぜ俺って思ってますね。なんか多分押したってより、どう、はい、どうやったら上がりに結びつくかなとか、うん、リーチ打てる点になるかなとか、そういうのも考えてた気がするんですけど、ね、今リーチ考えてたわけじゃないの、うん、今、あ、そうです、そうです、今リーチ考えたわけじゃなくて、リャンマン切って戻そうか。でもやっぱりドラ引きからのリャンマンになった時が強いなとか、はい、そういう思考ですよね。岡本ローピンから行きましたね。こちら瀬戸熊、ドラはイーソー、さあ全局上がった勝又です。手形はまあそこそこ、スズメクレイジー、白が統一ですが、これは岡本ともちもちになっています。このローピン切りはやはりちゃんと強く意識したということですか。岡本さんも丁寧に打って失点最小限防ぎましたからね。はい、やっぱいいことありますよね、ああいうふうにきっちり打ってると。目に見えてないだけで、うん、さあどうする。7、8、9も残したいか。7、8、9にすると愚形ばっか残っちゃうことになるから、でビロさんも残したい。しかし数層切りだ、ここは勝負に出る。7、8、9ってよりも純ちゃんか、9は2枚切れか。ああなるほど、ジャンプ変化ですか。そうですね、うん、ウーピン引き、まあこれはいいピンですよね。はい、イーシャンテン、あ、いいピン3枚目だったんだね。ちょっとラブ落としましたか。いや待てと、うん、まあいいピンチにするぐらいだったら白ポンでリカバーできるじゃないですか、一役は。ドラ、さあどうだ、パーピン、ここは期待形ですかね。おお、なるほど、白ポンした時の形がってことですね。一寸ピンがどうせ弱いんで、E ピンが3枚切れてて、はいはい、弱いんで白ポンした時に残るのが、まあ、白アンコった時でもいいんですけど、うん、残るのが一寸ピンじゃなくて、まあ、ペンチピンでもいいだろうっていう感じで、だったらまあ目いっぱい手役狙っていこうって感じですかね。ここは大物手を取りこぼさないように打っている岡本、うん、さあウーピン引きだ、3層打ち、お、これで嬉しい、お、数層持つのは単品変化ですね、うんうん、これは白がないだけに好判断になるかもしれない、うん、いやただ逆に白打ったら岡本さんが泣けるんで、そうですね、岡本さんにとってもいいかもしれないですよ、うん、やはりいっぱい切る切らないで一長一短がその選手に影響してきますね。吉田さんが先制リッチ打てれば白がもしかして統一で打たれるかもしれないしね。確かに、いやーメンツができない、まあ、ペー貫通、イーシャンテンだけにここで貫する手もあるか、うん、攻めたいならなお噛んだ、うん、ここは攻めを選択、シンドラはシャドラ、ここはチーピン打ち、きた、いっか、いった、あ、しかし闇だ、ごめん失礼しました、すごい闇点、もうこの状況でもやっぱ闇点選択、闇点がいいと思ってる闇点選択できるのすごいですね、うん、これは闇点はどういう理由で闇点にしてるんですか。いや、ウッパーピンがだからそこまでリーチ打って万全な街じゃないからで、はい、うん、さらに手代わりもあるんで、確かにそうですね、急ぎ手の一寸層とかの闇点とかにもできるし、もっとあの自分が自信がある街になったらリーチ打つと思いますけどね、うん、あの数ピン引いてのリアンウッパーピンとかになればそこで折り合いつけて、はい、あのリアンピンもちょっと良さそうなんで、うん、リーチになるかもしれないと、そうですね、うん、
このままリーチもありますね。リーチ行きましたね、うん、だから本当はその要は欲しいんですよ、打点は欲しいんですけど、はい、あ追いついたリーチだ、追っかけリーチだ、ウッパーマン対ウッパーピン、打点も欲しいんですけど、打点も欲しいんですけど、はい、要はそのどんだけ変わるかなっていうのをちょっと見てた順目だったんですよね。はい、でまあこれ以上変わんないだろうと、まあ、変わるかもしんないけど、変わるかもしんないけど、うんはい、もうここがあの落としどころみたいな、はいはい、あパワーマン危ないか、あドラの方だった、いやー瀬戸熊をギリギリ攻める、ウッパーワン対ウッパーピン、岡本親番いいシャンテン、しかしピンズはかなり通っていない、いや残り2曲にかけて受ける方を選択すると思いますけど、うん、まあその受けるにしてもまあ何切るんだっていう話で、ね、白になるか、何を切るんだっていう話ですね。両ピン、うん、片方の現物ですね。でワンチャンス、さあ追いついた、うわあんまり勝算はなさそうだけど、まあね一応リーチいってみるかってとこ、ほう3層、うわ変3層ならという、うね、もう言ってもしょうがないですけどね、1打目にパースを切れれば、リーチ一発目にパースを切れれば、はい、いやこれで岡本は下がる、どうなんですか待ち合いは、リャンソーとパーワンはあれ、あーしかしパーワンはスズメクレイジーもつも上がりでした、リーズもウライチドライチ戦2戦のつも上がり、これ大きいですねスズメさんにとっては、あと勝間さんのリーチ判断がもう一巡早いとスズメさんが多分ドラのいい人を打てなかったと思うんで、はい、ひょっとしたらその隙があったかもしれない、ま、そうですね、あの、まあ、隙というよりは多分おそらくスズメさんの上がりが生まれなかった可能性もありますし、はい、いろんなところでちょっと勝負決まりますね。さあ何の3曲まで来ました、ドラは吐く、親は変わって瀬戸熊、スズメクレイジーが少し抜け出したような印象もある展望状況となっています。その数巡の間に勝間さんいろんなこと考えてたってことですよね、その相手の手配進行がどれくらいで、はい、今打ったらちょっと引いてもらえるかもしれないとか、今ならまだウッパーピンが打たれるかもしれないとか、はい、そういうところの総合的な判断で何が一番いいとかは言えないですけど、はい、その勝間さんのアナログな判断が今のところでからぎりリーチっていう判断になったなるほどってことですね。さあドラは吐くですが、まだ瀬戸熊の手に1枚あるだけ、岡本はここもう沈むわけにいかないですからね、是が非でも、うん、まあ2着以上には入らないといけないところ、まあトップ欲しいですけどね、うん、はい、点差そんなないし、これは仕掛けがあるんでしょうか、勝又ですね、一歩前進、勝はショーンパイ、ドラいいそう、うちリアンソーが2枚切れてるんで、ここは今打っていく役割に持っていきたいということか、そうですね、うん、役割で、まあ、トップ目で、はい、え何三局迎えてるんで、スズメさんとしては当然その防御になる牌を持っておかないと、危険っていうのがありますから、はい、うん、お瀬戸熊勝又いいシャンテン、そうですね、両者並んでいいシャンテンとなります、どちらも白が1枚ずつついている、
面白いですね。スズメさんもトンじゃないんですね。うん、安全牌1枚持っとけばいいかなくらいの感覚かなと思ったんですけど、はい、受け入れを犠牲にして、カンスマンはしょうがないと、うん、さあ来たリーチか。ドラの箔を切り出してリーチ、リャンマンとシャアのシャンポン待ち。勝俣もドラ今切れますからね。思ったね、思わせず。リャンマンとシャアは場に1枚ずつ出ています。残り1枚ずつ、まあ、山ですよね。そうです、はい。ンペイ打たないか。パーピン現物。ドラは切らないと。おー、言いそうは無筋ですけどね。全く通ってないですね。合わせるか合わせないか見たのかな、じゃあ相手が。うん、それよりもやっぱり山にあるかどうか。だって言いそう別に通ってるわけないですよ。通ってないですけど、っす、ね、やっぱりその シャアで報酬。ここで岡本の報酬、シャアが当たりとなります。安全牌分別みたいなの多分しのぎなかったです ね今、はい。リーチ2000点の上がりです。さあ連チャンに成功、瀬戸熊さらに加点していきたいところ。ドラは2ピンです。が1枚、ちょっとカンチャンターツが多いか。まずは初から、まあそれでもドラ1でまとめられればいいですね。スズメクレイジーは初がドイツになった。おー、いい手だ。こいつだ、こいつ、トイトイなどまであるか。ドラ1だからね。なるほど、役配本一ドラで、はい、十分ですね。うん、いやー、絶好だ。あ、これはリーチも考えた。まあそうですね、面前で入った時のリーチも考えつつ、シャアやウ、まあ、シャア出た時はポンして急走とかもありますから、はい。まあ、ポンして多分テンパイ取るってことはないんで、うんうん、泣いた場合は本一まで持ってきそうと。いきますね、はい。やっぱり順目と打点の兼ね合いで、はい。これシャアかウーピンがアンコになったらどうですかね。うん、そう、はい、カンパスですね。リーチもあるね。ああ、なるほど、リーズもと得意のテンパね。手が跳ねてくるしね。さあここは注目だ。あ、シャア出た、うん、動きましたね。そうですね、こっちの方がね、あの自在というか、うん、限定された牌を引かなきゃいけないよりも、はい、まあ、ピンズ集めたり、まあ、ダイレクトでウーピン引いたりすることもあるし、はい、ペイ引いてもいいし、ただ相手に狙いが明確になっちゃいますけど、うん、まあ、それでもこっちの方がいいっていう判断ですね。はい、さあ数またここはカンパ先にピンズ処理ですか。あ、6、7、8ありますけど、岡本さんがもう絶対ピンズなんで、ピンズでは勝負しないっていうことで、なるほど、めちゃくちゃでもこれも勇気いりますけどね。チーピンなんか引いたらもうもう悶絶もいいとこですよ。さあ瀬戸くんも目いっぱいに受けた。いいじゃんって、帰ってきた、戻ってきた。いやー、パーピン切りだ。お、これはしごろも見えるが、ちょっとまだ形、受け入れの形は厳しい。9番か、受け駒ね、出す流派の受け駒残して。瀬戸熊は換算ピンでもリーチですもんね。そうですね、ドラ重ねたいけどできれば。あ、難しい、どうなってるんだと。ここは数装置です。まあチートイツも今回ありますからね、4トイツになって、はい、でドラ引きからのね一数ピンターツができることもあるんで、うん、おお、これ最後のチーピンだったんで、勝俣さんチーピン引きなくなりましたね。そういうことですね。6万か、6万打ち、
ドラをなんとか使い切りたいところではありますが、3ピンはかなり厳しい牌になってるぞ。難しくきますね勝又さん。自分の狙いとはちょっと3ピン切りとかが間に合うかどうかっていうのもありますし、でも3ピンですね。おお、また手戻しましたね。やはりピンズにはピンズは厳しいと。ドラ使うか、はい、くっつけてドラ使うか、もしくはピンズ全払いしたい。ドラドラ来た、数ピンだ。ドラも数ピンですよね、うん、っていうことで。チャンスで、おお来た。想像の上はよく見えてるわけですよね。うん、よくこんだけ自分の意思に添えますよね。本当ですね。ドラ引いたらもうすごいね。うん、あうま。ピンズチーピンかまず、ね、おーチーピン打ち。ピンズ危ないから。岡本に対して先にチーピンを打ち出したという構え、うん、スーピン泣いてもいいよってスーピンだったかな今スズメさんは。そうですね。おお確かに手変わってないからね。うんうんうん。おテンパだ。これもあんまり嬉しくないのか。想像伸ばしたかったんだもんね。いやでもテンパ取る。すごいな。なんという意志力。うん、押し頃ありましたが数層打ちですか。いやテンパイバリアムピン。うん、いやー、瀬戸熊も転敗しない。危ない危ない。ピン行ってるもんね、うん、まだ脳天と見てるか。ペイ1枚もあったけどね。テンパ入ってますからね。さらにこの難も2枚切れ。どう見るか。2枚切れにしてもまあ面白かったですけどね。ウーソアンカン。お、3層はシンドラは3層引いた。ただパーピンは勝又に3枚打たれている。パーピンがもうない。ウーピン1枚だけ。1枚。うわー自信満々ですねこれも。手振って、すごい。これ上がったほんとすごいっすよ。すごいね、これはすごいわ。6球走、はい、ただチーマンも2枚山にいたんで、うん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 、ただこれはほんと石がすごいですよ、ね、一番入り目だったっすからね。でも、うん、危ないところでもあったけど勝ちそうだな。6球走自信あるんだ。うわーいくー。ここは勝又ちょっと眉間にしわ寄せましたね。いやただ、はい、まあ、この形になったら6球走も自信あると思うんで、こっちの方が早かったかって感じだとは思いますけど、実際に9層も2枚残ってるしローソーも1枚いるんですよ。ローソーだ、止めれないか。いや岡本さんですよ。点数連敗ですよ、まあ、点数状況ではね、やっぱもう行くしかないですもんね。状況的にはリーチ対青いペイコー5200の上がり。いや裏1、ああごめんなさい、裏1ですか。裏1は満願。すごい上がりですね。すごい上がりだ。あたーって顔しましたけどね、チーマン引いたときは。しかし、しっかりと上がりをものにします。終盤勝負させたら、はい、勝又さんのリーチが来たときは、はい、うん、待ち枚数がもう半端じゃなく残ってることが多いんで。なるほど。ということは勝又さんの名言があって、はい、もう山に残ってる枚数が多い方の勝ちにしようぜっていう名言があるんですよ。あ、まあ、知る人ぞ知る。リーチした時にリーチした時にですね、はい、っていうぐらい精度が高いっていう。そこは読めるぞ俺はと。大したもんな絶対できない上がり。僕は例えば両面待ちだったら、まあ、8枚残ってるわけですよ、はい、川に3枚でしたら 8×3 で5枚、山に5枚残ってるだろうなと思って、うん、もうそれしか考えはないからね。なるほど。実際は違っても、はい、それでいいと。そういうもう自分の中でそういう思いでやってた方がいいですよ、うん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 、毎回ね その理論唱えて終わった後にだってあれ3枚出てただろ、だから残り5枚だと。いやそこまで言わないんですよ、はい、あれ5枚残ってたろみたいなこと言われて、はい、なんで分かんのみたいなこと聞いたら、はい、8引く3は5だからみたいなこと言われて、いやいやいやみたいな。シンプルイズベストってこと。そんな人に麻雀勝てるわけないけど何なんだってまあでもね、ドライいらないですもんね、早く上がりたいですからね、はい、この曲は。
瀬戸熊はこれは何今の今見ました、はい、肺が割れるくらいのモーパイして9万に変えてきましたから、ね、今変えてねえよそれが済まれてたの9万グワーってなって今9万になってましたよ、9万に変わりました、今変わりました、今意思で握られたその手の中で、うん、瀬戸熊一回上がってるからね、国島さん、あ、そうですね、すごい積もり方の、めちゃくちゃ手震えてたなと、絶対国士だなと思った、同卓してたんですけど、その時あ、なるほど、やられたと、はい、トンペイピン、その技はなんか漫画であった技みたいですよ、相撲灰を無駄相撲なき改革の、あーゴーモーパイ、うわーいいじゃんね、トントさあ来た、来た、来た、来たよ、さあトントイピンだよ、いや瀬戸熊もう始まってますよ、武者が、武者が、はい、武者部類、もうこれは抑え今抑えてます、あーやっぱそうだ、パーソー捕まってます、パーソー捕まってますよ、これはいい操作先打ちがしまった、しもうたこれは瀬戸熊痛恨のパーソー残し、いやでもトンと一品でしたか、いやもうウイニングですよね、勝俣さん暗冠してリンシャンからウーソーですもんね、あーうわーリャンパーソン、もうこれいずれにしてもダメだったと、打ち抜いたリャンソー、勝俣の上がり一発、幸いにも裏ドラはなかったか、リーチ一発ドライチ9600、ついに抜け出した勝俣、そして沈んでいくのは瀬戸熊です、いやここまでトータルポイント上位を争う勝俣とスズメクレイジーが浮き、厳しい戦いの瀬戸熊岡本が沈んでいるという状況、うん、岡本さんはラス付けもあるけどどう、はい、残り試合考えて、まあ、これ入れて参戦なんで、はい、まあ、相当厳しいでしょうけど、まあ、やることはしっかりやらないとって感じで、1と2はちょっと見えないですもんね、うん、ここからのね、うわすごい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 、うわーすごい、うん、いい3点か、678ですね、あれやばいな、もうこれはやばい、これ始まりましたよ、ついに始まりました、はい、劇場、瀬戸熊のお株を奪うタイムが、でも瀬戸熊さんもいいし、こいつだ、勝又劇場ですか、やばいよこれは、捨て合い派手にしてどうですか、それもありますよね、うん、今回は狙いを分からせ、ね、分からせなくするというか、さあ岡本は九万打ち、瀬戸熊は大物手が見える、うん、ターツの振り替えができますよね、3番持っておくと、ターツの振り替えを狙ってるんですか、あのいや一数ピンがね、例えば弱くなった時とかに3ピン、うん、はい、2ピン切ってで、うんうんうん、3万にくっついた時ですよ、はい、ターツ振り替えてとかもできるし、うん、3万加算た時は単品3色、今の時点でもうガチッと残りのターツを決めるのはちょっと早計だっていうことですか、早計ですよね、うん、あのだからさっきも言いましたけど、はい、あの勝負点の時に2ピンと2ピンとか浮いてて、うん、ターツが足りてない時に先にあんま切らないみたいなのと一緒ですよね、うんうん、はい、さあここは貫浪ピンを仕掛けていった瀬戸熊、私は早計派ですね、もう決めときますか、うん、さっきスートラの質問打ったのありましたよね、はい、ありました、ありました、一回あの最初ね、うん、特にその勝俣さんとかってあの読むタイプじゃないですか、はいはいはい、これでやっぱりほらピンズの本一結構濃厚だなって思ったら、払える時があればピンズターツ払いたいんですよね、はい、やっぱり選択できる幅を残したいと、そうですね、はい、でそこの選択する時の読みの精度というのはかなり高いわけですもんね、うん、なんかその前も言ったかもしれないですけど、なんか早くその万全じゃないテンパイするのは嫌だって言ってましたからね、うん、早く万全、ほうほうほう、普通早いテンパイしたいじゃないですか、うんうん、わ来た、は嫌だみたいな、まあ、これは脱点でほら闇点だよ、ね、ピンズは厳しいっていうことですか、そうですね、しかもゴッパーが中押しになる状況なんで、自分のポイント状況を考えると、うん、ここは闇点でも OK と、そこにスーピンをしてるあの岡本さんいるからね、そうですね、もしかしたらまだ打たれるんじゃないか、ね、ただ瀬戸熊さんがもうピンズ余っちゃったんで相当なあれではありますけど、スズメさん天敗取らずですね、タイヤに向かってますね、うん、押していく、もう押していくほかないって感じですもんね、はい、岡本さんからしたら
スーピンはどうですか。2ピンもない。スーピンも1枚しかないですね。初が2枚おそらくありますね。うん、だから瀬戸駒さんちょっと有利ですし、岡本さんが1スーピン引いてきた時は瀬戸駒さんの頭跳ね、そういうことですね。サウーピンも紡ぎられた。これでリーチ行くかもしれないですね。あ、初だ。いやー、天才、天才ジャンシー現る。信じられます今の。漫画は打つと着順落ちちゃうから。うん、うん、でもすごいね。すごいよ。リーチ打ってたらね、宝珠だもんね。しかもノータイムですって。すごいね。うわやば、この人。だから言ったでしょ、また出た、ほら自慢じゃん、出た。俺は何でも知ってる自慢。もういいよ、分かった。もうただ見せられればいいんですよ、 これ、ね、こういうことに。つか本当すごいな。すごすぎるでしょ。勢い余ってリーチいっちゃうもんね、大体ね。うん、そうですよね。もらったっつって。パーソー来たで、もう別に、うん、加点チャンスと思ってね、はい、いっちゃいますよね。いやそれが普通ですよ。うん、うわ。だそのやっぱ押し引きのバランスが多分本人的にすごい良くなってきてる。もうポイント見てるからね。うん、やつは俺今どうって言ってますね。うん、90.3 かっつって、うん、もうちょっとまあいいや、これで割っとこうっていう感じですか。うん、打たないことが最善だなみたいな。 CP の方切った今スズメさん。そうですね、貫禄ピン地位ですからね。あ、下より、はい、うん、スーピンはまあ何もなかったんですけど、当時岡本さんが切ったスーピンは、ね、うん、はい、この辺もしっかりしてるな。そうですね、そうですね。さらに言うと、そのやっぱ自分がマンガンを打っても着落ちしないっていうのが大きいですかね。うん、いやー、しかし見事な初の止めですね。これは天敗、天才ジャンシー現れて面白い。そうは打てる、まあ振り点ですけど、ね、はい、一旦取ってここは闇天サブロッキューマンです。いや、鈴芽さんもさすがです。うん、やはりわあ、すごいなあ、さすが。これでもうやめと。もうスッと打ち出していった。瀬戸熊の上がり牌、E ピンはありません。スーピンが1枚と初が1枚でしょうか。見事な守備力ですな。うん、そうですね。いや、本当に見事な守備力。なんか押しすぎと、なんか押しすぎなんじゃないかって一時期勝俣さんが言われてた時を乗り越えたら、やっぱさらに進化して戻ってきたみたいなね。いや、素晴らしいですね。これは本当に素晴らしい。素晴らしいわ。本当に素晴らしいわ。うーんとかないですもんね。はい、うん、はい、やめみたいな。うん、でもこれとこれなんか打つ時もノータイムで報酬する時もノータイムじゃないですか。はいはい、だからこれとこれとこれはダメみたいな。決まってるんですね。うん、だからその相手の手形とかを常にまあ予測しながらやってて、うんうんうん、これ打っちゃうと致命傷だから、これとこれはダメだけど、これはギリギリいけるかなみたいな。うん、でもこれはどうしようかなっていう時だけちょっと考えるみたいな感じのバランスで。なのかなと思いますよね。さあこれで最後のツモ、わー積もった、引いた、止める勝又、積もる瀬戸熊、ヤクヤク本一、2004戦の一本場の積も上がり、やっぱりですか瀬戸熊さんといった感じですかね。はい、ということで17回戦終了となります。17回戦のトップから瀬戸熊、続いてトップから、勝又、続いてスズメクレイジー、瀬戸熊、岡本の並びで終了となります。続いて18回戦です。